リバティ船の一つ、ジョン・ダブルブラウンリバティ船の断面図。戦時使用のため、船首と船尾2砲を装備しているリバティ船は、第二次世界大戦の最中、アメリカ合衆国で大量に建造された、規格型輸送船の総称である。戦時標準船とも呼ばれる。建造期間短縮のため、当時としては、画期的な広報である、ブロック工法と溶接結合が採用され、 1941年から1945年までの短期間のうちに2710隻が急速建造された。モロ星破壊についての知見不足による欠陥事故で200隻以上を喪失したが、そこから多くの技術的教訓が引き出された。建造にあたっての大いなる努力の成功と、建造された船の実数、そして多数の船が設計された。 対応年数以上に使われ、第二次世界大戦後の海運業界復興に寄与したことが総合評価され、専門的な研究対象とされている。リバティ戦建造にあたる若い黒人女性溶接工。動員された彼女の前職はウェイトレスだったという、リバティ戦は全体に生産性と機能重視でシンプルかつ簡素に構成された全長441.6フィートの 汎用貨物船である。多くは 2500HP 級の3段膨張式、蒸気レシプロ機関を搭載し、簡素な短軸スクリュー仕様であった。非力であるため、最大速度でも11ノット程度と低速だったが、当時の大出力白用機関の主流であった、蒸気タービンの供給が軍艦向けに優先されていたことと、民間の造船所がこなれた技術である。 レシプロ機関の製造に慣れていたことで、経済的に建造できた。この時代、アメリカでは、船舶用の大型低速ディーゼルエンジンの生産が一般化しておらず、限られた白用ディーゼルももっぱら、潜水艦向けエンジンであり、その点からも、当時すでに旧式であった蒸気レシプロ機関の、あえての採用は実情に即したものであった。ボイラーについては、燃料補給や、 運用人員の面で石炭滝より有利な重油炊きボイラーを2機搭載している。燃料搭載やボイラーへの燃料供給の面で省力化やスペース節減ができた。動力面の意図的な急閉鎖とは逆に、船体建造には新機軸が導入された。建造機関短縮のための本格的なブロック工法である。さらに、船体の後半を結合する方法としては、 従来から実績があるが後期と熟達を要するため、コスト増大を招くリベット打ちの代わりに、作業が簡易で工作時間も早く、非熟練労働者の習熟にも適した溶接接合を採用した。これらの手法は大いに建造速度を速めたが、一方でリバティ線の欠陥というべき、船体破損を引き起こす主因にもなった。設計強度としても、5年程度の運用期間を、 年頭において設計された、造船業界の大建物であった、ヘンリー・ J ・カイザー賞をついで春工間近のリバティ船、リチャード・ヘンリー・リーとジョン・ランドルフ。1942年2月、フェアフィールド造船所にて、サンフランシスコ沖に停泊するリバティ船、カルロス・カリーを1939年の第二次世界、大戦勃発以後、アメリカの友好国であるイギリスでは、 軍事輸送の増加やドイツ海軍艦艇による海上輸送路攻撃などの事態に貨物船の速やかな補充を強いられた。アメリカ政府はこれに応じるため、従来よりも急速建造の可能な標準型貨物船の建造を進める必要に迫られ、当時の合衆国海事委員会が1940年から検討を進めた結果、 建設業で成功して造船会に進出したデトロイトの造船業者ヘンリー・ジョン・カイザーを中心とする6社連合が新たな規格貨物船の開発、生産にあたることになった。このためリバティ船はカイザー船の別名でも知られている。この簡易型の急速建造用貨物船にはアメリカでの船型規格として EC2SC1 のコードが与えられた。EC は エマージェンシーカーゴ2は全長400から450フィート級 S は蒸気機関そして C1 は先の規格の第1号船型を意味する急速開発の結果リバキ船第1船パトリック・ヘンリーはベツレヘムスチール社参加のメリーランド州ボルチモアのフェアフィールド造船所で1941年9月27日に浸水した 浸水式には、合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトも臨席し、この船はヨーロッパに自由をもたらすと演説した。以後、数百隻が大手造船所だけでなく、貨物船需要を満たすため海岸、湖岸に急増された造船所で建造された。当初は一隻あたり230日で建造されたが、ブロック広報に代表される急速建造技術の熟達で、 後期の平均建造日数は42日まで短縮された。1943年には1日あたり3隻のリバティ船が新たに竣工していた。リバティ船の1隻、ロバート・イーピアリはカリフォルニア州リッチモンドにあるパーマネントメタルズ社のリッチモンド造船所で1942年11月12日。 飛行後わずか4日と15時間29分で浸水するという建造速度記録を樹立している。この速さでの建造は記録達成目的の意図的な工事で、リバティ船の中でも特別な事例ではあったが、本格的な大型船舶の建造速度としては2000年代に至っても破られていない記録である。リバティ船は当初、過去の有名なアメリカ人にちなんだ船名が付けられた。 だが、建造数が膨大であったため付けられる名前が枯渇し、アメリカ人以外の人名や、一般的には鮮明に使われない、生存中の人の名前も使用された。戦時中、やはり規格型船として、大量建造された T29 タンカーと共に、軍事輸送の主力を担い、イギリス他連合国各国へのレンドリースにも、当てられて、輸送船の損亡を補った。 戦争の終わり頃になると、リバティ船に代わって、ビクトリー船など改良型の規格型貨物船が現像されたが、先行したリバティ船の圧倒的な量による輸送への貢献は著しいものがあった。戦闘もしくは事故によって、戦時中に喪失されたリバティ船は235隻を数えた。終戦直後までに750隻が解体されたが、 それでも差し引き1 700席以上のリバティ船が残された。これらは終戦により用途を失い余剰化したため、アメリカ政府は第二次大戦後の1946年に船舶売却法を制定し、数年のうちに700席以上が世界各国の商船会社に格安で売却された。特にギリシャとイタリアは戦時中に多くの保有船を創出した。 自国商船会社の再高を目的に、それぞれリバティ船を100隻単位で導入、戦後の国際海運会への再進出に大いに役立てた。この結果、リバティ船は民間商船として1960年代まで戦後の貨物輸送船団の大きな割合を占めた。なお、日本の海運会社は戦後復興期に諸外国から中古貨物船を大量に購入しているが、 その多くは戦前制の老朽船であり、先例の新しいリバティ船の導入には至っていない。今なお海運業海用語で1万トンクラスの貨物船をリバティ船級の貨物船と呼ぶ。現存するリバティ船はジェルマヤ・オブライエンとジョン・ W ・ブラウンの2隻である。いずれも胴体保存されている。前者は記念館に改装された。動作可能な状態の船舶用。 レシプロ式蒸気機関は貴重であり、1997年の映画タイタニックでは、機関室のシーンで CG 素材として使用された。現存するリバティ船の一つ、ジェレマイア・オブライエンリバティ船が実際に就航すると、沈没事故が多発し大きな問題となった。新技術による建造方式は、その当初から信頼性や強度が不足していたことが原因であった。 t 二タンカーのスケネクタディやマンハッタンなど合計7隻が瞬時の船体折損事故を起こしており、その他にも大小規模での船体破損が多数続発した。これらの事態に対する徹底した調査の結果、後半の低温もろ性、溶接手法の不備、応力集中による破壊の進行が原因と解明された。以後の造船技術はこれを教訓として研究、 改良が行われ、その後の溶接構造船体の普及に貢献した。第二次世界大戦後の船舶の船体接合手段では溶接が完全に一般化している。リバティ船の欠陥問題は、工学における失敗をその後の教訓として活かせた例として、タコマ橋崩落及びデファビランドコメットの連続墜落事故と並ぶ三大事故として言及される。ありがとうございます。